阪神岡留秀隆先発し2回1安打無失点の好投。阪神の先発岡留秀隆投手が2回1安打無失点の好投を披露した。初回先頭の吉川に中前打を浴びたが、続くオコエワに直平殺打、丸も投げボロに切り、2回は岡本和、小戸は大城拓と三者凡退に抑えた。岡留いいな。やっぱり岡留コントロールこんなに良かったって。ストライク先行するのがええわ。内容もテンポもティーエーな。ブルペンでええやつ早えな。はっきり言うて無難に無失点でええな。ドメええやん。岡留楽勝やな。マジで先発もいけそう。岡留先発でもいけそうやな。チェンジアップかシンカーかええがな。岡留めちゃ良くなったな。とりあえずゲラと岡留は確定。岡留はあとはピンチで抑えることができたら完全な本物。大学4年生以来の先発だった岡留秀隆さん。岡留は頭角やな。右の変速パワーピッチャーってだけでもアドバンテージあるのに、投げてる球が今の段階では違いすぎる。開幕一軍で期待できるね。今年いいところで使えそう。ブルペンでおもろ笑う岡留くんから岩崎さん。先発の岡留は2回1安打無失点。いいぞ留さん、その調子。素晴らしい投球でした。3回くらいまで行かせるかと思ったけど変わったか。立ち上がりこそちょこっと荒れてたけど問題ないが、去年よりかなり良くなっている。見ていて安心できるピッチングですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。